町からちょっと入っただけでこんなんあるんやな。 DIY の網戸。はい、行きましょう。ちょちょちょ、これは妙にリアルだな。ちなみにこれ両面同じ。これ妙にリアルだな。実物じゃないのか。モデルいそうやな。妙にリアルなこの看板。夜に見るとちょっと怖いが。はい、やってまいりました。ここは和歌山県某所ですね。そして、今からですね、古い町並みを散策しようというわけで、古い町並みを散策しに行きましょう。でも和歌山で古い町並みって言っても、もうなんか和歌山県って世間一般のイメージでは古い町並みとかなんか自然がまだ豊かに残っているというイメージがありますが、実際にはもうね、そのイメージは20年以上前の和歌山のことでありまして、まあ、今現在の和歌山県はそういう、場所はほとんど残っておりませんね。もう再開発とか、再開発っていうか何やろな、一回ぶっ壊して更地にして駐車場にして、でまあ需要があればなんかコンビニとか、スーパーマーケットになったりみたいな感じで、適当な街づくりが行われておりまして、その結果なんか全く魅力のない田舎、しょうもない田舎ってなってますね。でそんな中にあってまだ残っている古い街並みがあるっていうので、そこに向かいましょう。この辺りでもまだ古い建物残ってるやん。こうやってこれはこいこのこの感じ残っているは残っているんやけど、なんか違うよね。なんか違うんだよね。何が違うんやろな。例えばこれ大阪とかだったらまだあの商店とかが経営してたりするんやけど、和歌山の場合はもう廃業してるんですよね。だからただの空き店舗ってことが多いな。リアルにまだ経営してる店ってほとんどないからね。海南市にある黒江という町並みなんですけど、そこはまあ古い町並みがまだ残っているという貴重なところではありまして、以前あの古い商店街とか言って和歌山市界隈の古い商店街巡りをした時に、最後の方に寄ったのがこの船尾、海南市の船尾とかのその辺りの、商店街というか、何でやろうなあれ、商店が集まったところでしたね。でその近くにあるんですよね、その街並みが。右方向です。前のバイクについていくぜ。ここ右折待ちやばいな。これ右折レーン狭すぎなんだよ。で真横なんかもう車飛んでかっ飛んでいくから危ねえ。交通量多いから全然こう行けねえし。今行けたんちゃん。ほら俺待ってる方がリスク高いぞ。古い町並みこの辺りですね。ほら突っ込んできたやろ。とりあえずこの先に行って、先行ってでそこから山の方に入るとあるんですよね。とりあえずここから結構歩くので歩いていきましょう。ふりふり、こう動かんのじゃん。ていうか買い替えた方が省エネやろ。この辺り一応観光地なんですけど、なんか民家、普通に古い民家あるだけなんで観光地とは言い難いなっていうのも、なんか勝手に写真撮っていいのかどうかもわからないしな。人の家やからな。ここは住んでないかな、さすがに。ニコール、草刈りやってないんかい。
やってないけど、まあ、いけるか。クズの葉っぱやん。クズの葉っぱです。クズの葉っぱ成長速度が速いから、わずか1年でこれぐらいになるんや。すげえ、山の中に民家が。あー、怖っ。怖すぎるやろこれ。すっごい古い家やけど、そんなに古くもないか。でこの最奥にあったから、多分もうおばあちゃんとかおじいちゃんが住んでたんで、でも亡くなったのか、それとも他の下の方の家に引っ越したのか分かんないけど、まあいなくなって無人化してるんだ。でこの山に帰ってるやん。でも人来てるっぽいな、ここ。ここも空き家やろ。空き家というかもうほとんど崩れかけてるね。崩れてるな。うわー、蜘蛛の巣やばい。蜘蛛の巣やばい。ほら、玄関ありますね。こんなとこ入り口あったんや。すごいな、ここ。郵便屋とかも来とったん。ちょっともう来るの遅すぎて暗くなってきたんで、ちょっと分かりにくいけど、こんなとこでもあれやな、まあ、これからどんどん増えるぞ、こういうの。高齢化社会になると。帰り怖いな、これ。よし。ああ。こけて思った。滑ると思ったけど。ああ。草の汁ついた。おお、斬新な煙突。空き家多いな、空き家が。この辺りも全部空き家だ。なんでここ空き家になったかっていうとよくわからないんけど、やっぱりあれか、あの交通の便とかめっちゃ悪いからちゃん。こんな階段ずっと上り下り、スーパーに行くだけでも不便だし、上り下りしないといけない。で、老人になってくるとそういうの辛いやん。老人じゃなくても辛いのに。で、これ真夏も真冬も同じやで、これ。階段上り下り。トイレが外にある時点でもかなり古い家ってことやな。ここは草むらになってますね。誰も管理する人もいないな。草むら、大体草刈りってみんなやる、夏場やるんですけど、夏草刈りもやってないということ。結構登ってきましたね。いや、そんなに登ってなかった。なんか異常に登ってるような気がするんやけど、空き家バンクに登録したらなんか住み手があり見つかりそうな気もするけど、さすがにここは無理か。あのやっぱりどうなのな、車とかバイクやったら途中まで来れるけど、車入れないからあれちゃう、みんな敬遠するんか。でもなんかさっきなんか下の方で農作業してた人に聞いたら、こっちの方も住んでるよとか、人住んでるよとか言われたんですけど、普通に空き家だ。ああいう場合結構なんか適当だよな。あえてわざと行かせまいとして住んでるよと言った可能性もあるね。空き家バンクにここ登録されてたとして、月、7000円ぐらいで、家賃7000円ぐらいで住めたとしても、ちょっとな、
こう蒸し暑いし、風全くないから、風全く吹かないからめちゃくちゃ蒸し暑いし、でこんな状態で、これここ住んだとしたらこういう草刈り全部自分でやらんとあかんねん、大変だよ。消火器、消防団、すごいな。お化け出そうですね。なんか動物住んでるやろこれ多分。怖い。ちょっと待って待って待って。なんかあるぞ。骨ある、骨。あ、骨ちゃうかこれ。骨やなこれ。骨っぽいのある。これ発泡スチロールか。なんか骨に見えてちょっとびっくりした。これ絶対なんか住んでるっぽいな。イタチとか。あっつ。あ、こっから登ってこれたんやな。くれ。クモの巣やばいって。なんか暗いけど、これ家っぽいのある。なんかめちゃくちゃこっちやな本番は多分。すごいな、山や、ほとんど山。ライト持ってきたらよかったね。ほとんど山、ライト持ってきてないね。なにこれ、古い家電や。これ遺跡っぽくなってるな。山奥じゃなくてこんな町のちょっと行ったとこにこんなんあるんや。これも崩れてるわ。町からちょっと入っただけでこんなんあるんやな。200-300m 歩いただけ。クモの巣がえぐいね。誰も来てないってこと。これ危ね危ね。これ危ね。こんなもん。探検に来た子供がこれ刺さったら危ないで。放置すんのやけど、こういうのちゃんと処理しとけよな。うわ、古いおばん。太郎 SEO。昭和の絵柄。なんか目だけちょっとあれ。リアル。障子、ガラス戸。こっちの方が昭和の家やったんや。でもすごいね、もう放置されて完全に崩壊してますな。ライト持ってきたかったね、こういう時のためにライトあのに。バカかよ、我ながらバカ。せっかくここまで来てんのによ。DIY の網戸。これか止まってたら蚊めっちゃ寄ってくるな。この奥にも何かありますけど、全くあの整備されてない。整備しとけ。よし。行くぜ。これはすげえ。ジャングル。やぶこ行りがしといてあげるわ。あっつ。まだ家中にあったんや、この奥にも。いろいろ。これ完全に山やな。もう完全に山に飲まれてるな。すげえな。これ和歌山県内で、一二を争うこのスポットじゃない、これ。隠れスポットやん。こんなんあったと思う。えぐい、しかし。ジャングルになってるもん。
蚊めっちゃ寄ってくる。えげつないほど蚊寄ってくる。そりゃそうか。なにこれ、やばいじゃん。小屋だけどなんかやばそうな感じ。まだ住んでそうだ。住んでたおっさん怒ってきそうやな。ライトが暗い、暗すぎて見えへん。すごい、ほら。えぐ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 、蚊に噛まれまくってる。こっちの方人住んでそうやな。あ、別のとこに出たか。どうなってんの、道が。道が分かんないんだよ。これどうやって帰るんだよ。ちょちょちょ、どうやって帰るんだよ、これ。どうやって帰るんだ、これ。なんか井戸があるぞ。井戸がありますね。うん、深っ。やばいやばい。深すぎるやろ、これ。何これな。深すぎる。深すぎる、この井戸。見つからん、ここ絶対。こんなとこ警察とか来ないから。絶対見つからんよ。ちょっと井戸あるけど、井戸深すぎて怖い。これどうやって帰るんだよ。帰り道がこっち道ちゃうやろ。これどこやろな。ちょっと待って、これちょっと、これ想像以上やな。ここなんか迷い込んだけど、すげえやばかった。すんげえやばい、すげえやばい。これなんか完全なる廃村やな。廃村って損ではないけど、このやばいって。ちょっと来たとこから戻りますわ。来たとこからじゃないと戻れない気がする。やばすぎ、やばいやばい。暗くなってきたから帰りましょう。やばいやばい。全然さっきのとこで 100% やばいよ。これなんだよ。なんかもういいってなる、これ嫌だ嫌だ。早く、もう帰ろう。暗い暗い。ライト持ってくるの忘れたから。なんか気取ってたわ俺。気取って観光気分で来たから、ライト持ってきてなかった。
ひよっとったな。ひよってたな。ひよってたけど、まあ、一応こういうとこ行ったやろ、ちゃんと。ひよったが。一応ああいう草むらの中行ったやろ。想像以上にやばかったな。ちょっと今回も戻りますよ。次回ライトまた持ってこれたら持ってこうかな。そして、蚊に噛まれまくって、もう、ひどいぞ。こういうのも危ないしね、こういうとこでこけたら、こういうガラスで首の動脈切って、出血多量で死ぬとかね。蚊めっちゃ、蚊の宝庫だよ、ここ。ひでえな。でトゲが茨これほどまでとは。負傷したし汗だくになった。うわ、なんか橋が行き来できるようになってる。これなんなん。あんなとこあるとはな。和歌山にもまだあんなあったんすね。ちょっとなんか走っただけで、こんな近代的というか普通の街なのに、あの山にちょっと入ったら、ああいうやばいエリアにまだ、やばいエリアがまあ残されているのがすげえわ。